7月9日何の日ですか。日本科学未来館が開館した日ということで、ね、いや本当いいとこだよ ねもう日本の科学未来最先端ねがそこにあるわけ、ね、ありますね。その最先端誰、松田隼人。いやいいとこだったよね、日本科学未来館ね。あれやってたよね、忍者ってなんじゃってやつ。いやあれ面白かったよね、あれ、あのコール&レスポンスっていうの、あの忍者ってなんじゃってやったら忍者じゃーってみんなで言うやつあれ本当面白かったよね。であとさ、お土産も買ったしさ、これほら見て、宇宙食、いやこんななかなか買えないでしょ。しかもお好み焼きってこれあれでしょ、これ開けたらふわって出てくるやつでしょ、これもう焼きたてができるやつでしょ、これ食べれちゃうでしょ。じゃあ食べてみるね、いただきます。